どうも、かっチャンネルです。今回はですね、従業員を雇っている人なら絶対に知っておいてほしい、キャリアアップ助成金についてですね、お話をしたいというふうに思います。で、近年ですね、政府の働き方改革の推進に伴い、厚生労働省ではですね、様々な助成金を積極的にですね、支給し、企業の取り組みを後押ししています。で、そんな数ある助成金の中でもですね、多くの企業で利用しやすい助成金の一つに、キャリアアップ助成金っていうのがあるんですけれども、まあ、このキャリアアップ助成金ではですね、正社員化コースは始め7つのコースというのが設けられています。でそれもあってですね、自社 の状況に合わせて取り組み可能なものも選びやすくて、まあ、多くの会社にとってですね利用しやすいのが特徴となっています。今回はですね、キャリアアップ助成金の基本的な情報について分かりやすく解説をしていきますので、経営者の皆さんですね、ぜひとも最後まで見ていってください。キャリアアップ助成金とはですね、雇用形態やあと就業規則、あと賃金規定などを改善した企業に対して支給する制度なんですけれども、まずですね、従業員の処遇改善をすると企業には財務的な負担っていうのが生じますよね。でこれじゃあですね、経営者の方々は改善してあげたくてもなかなかできないんだよって思うと思います。じゃあこの負担を軽減し、企業に積極的な取り組みを促してあげようじゃないかってできたのが、キャリアアップ助成金の目的になります。キャリアアップ助成金を活用すればですね、少ない負担で処遇を改善をし、で従業員の定着率っていうのを向上させ、ひいてはですね、人材不足の解消にもつながるなどですね、多くのメリットっていうのがあります。手続きにですね、手間がかかる支給までの取り組みや、あと審査に時間がかかるといったデメリットはあるもののですね、まあ、デメリットをはるかに上回るようなメリットっていうのが得られるため、積極的にですね、活用をしていきたい制度なんですね。じゃあもう少しですね、詳しくこの制度っていうのを見ていきます。まずキャリアアップ助成金っていうのはですね、従業員の処遇改善に取り組んだ企業に支給される助成金であることっていうのは先ほどご説明をしました。名称からもわかる通りですね、キャリアアップ助成金はキャリアアップを促進するための制度なので、企業内でのですね、キャリアアップを促す正社員化コースっていうのが最もよく知られています。もちろんですね、キャリアアップの促進だけではなく、賃金の改善や福利厚生の充実など処遇改善につながる複数の取り組みも助成の対象となっていて、主にですね、7つのコースっていうのが利用できるので、自社にですね、メリットがあるものを積極的に活用をしていってください。で7つのコースがですね、設けられてはいるんですけれども、すべてのコースにですね、共通するポイントが、アルバイトや契約社員っていうのをはじめとする有期雇用労働者を対象としているということです。それぞれのですね、コースを簡単に説明するとこんな感じです。はい、正社員化コースはですね、有期雇用から無期雇用や、あと正規雇用に転換した場合に助成をされます。賃金規定などは改定コースでは、基本給の賃金規定を増額改定し、昇給した場合にですね、助成をされる。で、健康診断コースっていうのは、法定外の健康診断制度っていうのを新たに規定をして、で、健康診断を実施した場合に助成される。みたいな、まあこんな感じでですね。生産性要件も全コース共通であるので、まずはですね、全コース共通の要件から把握していくのが分かりやすくておすすめなので、基本的なですね、受給要件、生産性要件、そして不支給要件を確認をしていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので、少しでもためになったようであったりとか、応援してやるセットな方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方、またいいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、気になるニュースなど取り上げてほしい話題ございましたら、コメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。